退職開始どうもガラですお願いしますということで今日も将棋ウォーズ10秒将棋やっていきましょうということで今なんか 6, 6連勝中か6連勝中なんでちょっとこれ頑張って10連勝目指していこうかなというふうに思っておりますということで相手が居飛車なんでこれは右玉に組んでいこうかなっていう感じですかねでちょっとあのテンションがまあ、いつもよりちょっと低めかなっていうんですけどんですけどまあしょうがないですね家 <laughs> なんでちょっとすいませんということでまあとりあえずやっていきましょう 大丈夫そうですね、うん、ちょっと今なんかお風呂の悪号とがしたような気がしたんですが、まあ、気にせず、まあ、とりあえず右行に組んでいってあとそこからどうしていくかっていうふうないつもの流れになるのかなっていうふうに思いますでこんな感じで組んでいってあとは相手が5二金型か6二金型かえっとまあ腰掛けてきたので、まあ、これで6五型の速攻はないかなっていう判断ですねで5二金型これで確定したので、まあ、あとは。 普通に組んで5五銀ってぶつけていく流れですかね。でやっていければ一応手は作れるかなっていうところでまあ一安心であとは、えっと、7四歩ってついてくるかついてこないかで、えっと、将棋が変わってくるのでどうしてくるかですね。おその金上がりは、えっと、7四歩から7三桂跳ねて8一飛車からっていうことなのかただそうすると6三銀5四銀とのバランスが悪いので。 まあこう一旦3八って寄ってみて相手がどうしてくるのかですかね多分これ7四歩つかない流れであついてきたうーん 2> 2そうか2五歩も入れてみたかったんですけどここで銀で出とけば8六歩同歩同飛車は9七角で、まあ、いつもの流れで OK かなっていう感じですかで8三下に対しては6四角って出ておいて大丈夫かなっていうところですかね でまあ、横太ってくるのはまあ金上がって金で飛車を取りにいってもいいですしこれで一応角はさばけるで7三角だったらまあ同角成でもいいですかねどどうかない同角成同桂でまあ、一応一歩得くっていう兼感情になるのでですねでこれどうしようかな 2> 2まあ7三角成が普通ですか5六ほにないですよねでここで一応桂馬跳ねどうしようかな五。 ちょっと強くやめとこう <laughs> ここはおとなしくいきますかせっかくまあ一歩得したんでここはおとなしくやっていこうかなっていう感じですかねでも次に5五歩とかついていくのかなそれは一回ついてみますかちょっと試しにどうやって手を作っていくかなんですけどおっとこれは8一ちゃって引きたいよってことですね 桂跳ねやりすぎかな跳ねてまあ8一飛車だったら7二角って打ちますかねでここで1二香と先に上がるのかなやっぱ5五歩でしたかね <S 1> 1, <S うん 2, 2> 5五歩ついて5六角って設置す 3, して3四の指定を狙う方が良かったのかな 5, 6, 7,、まあ、とりあえずこれは同歩取っといて、まあ、同桂だったら同桂。っていう予定なんですが。 どうしてくるかその角打ちは 2> 2角合わせですかね角合わせで大丈夫かなこれで一応同角同銀の局面がえっと4-5の地点がこっちも枚数で勝ってるので守れて,るっているこ,、ね、ここでもう一回6-4角って打ってくるのは4-7金って上がっといて上部が手すくなるので,でこの4-5の拠点ができるのでかなり かなり有利かなって思ったんですが、三、四、これはまあ数も受けしてみますか。まあ一応四号け同けで四四ふって打ってくるんですかね。一、んでここでこうですか。五五ふ。ちょっと怖いかな。やりすぎですか。ついていますでもせっかくなんで。でま四、あ、号銀は同うですかね。で一応これで銀が死んでるんでまあそうか放置してくるんですね。 えっと銀桂交換になるんですけど、相手の傷も大きいと思うんですよね。銅銀ってやると。銅銀危ないかな、銅銀ってやって5、五四金ってやってくるんですか。同玉だったかな、やっぱり。で、同四。4うん。二。うん。分四。歩六。七 <laughs>。八。九。行ってみよう。 3 <laughs> 四歩の方が良かったですかねちょっと迷ったんですけど、まあ、4五桂だったらどうしようかな4五桂だったらどうしようかな1二三4五桂だったらまあ銀ぶし込むのはさすがになんで一回かわしときますか八。で5五まあ5五銀とかぶつける手とかあとはそうですね4三からばらすっていうのも手ですか1 2 3 4 角打って次に4三銀普通に露骨に4三銀打ち狙いですね。でこれは生産してしまってで、えー、多分歩叩いてくるともう3六歩って打ってくるんですけどそこで同玉打ってやると6三の角がいるんでラインに入っちゃうんで4四金とかで大手を食らうんですよね。うん、これはただ寄っといて大丈夫な予定なんですがこっち引くのかなこっちの方がいいですか そんで五五九四八六あ間違えた三四 <laughs> そうですね何が何がうんそっかそっかはいとりあえず切りましょうあダメだ,めだこれで間違えたえっと三七角があるんでこれもう一回引かないといけないですねもう一回,、ね、回引いとかないと三七角でかなり危ないっていうところで <laughs> ちょっと六年生なんでちょっとねし慎重にやっていこうかないこうかなと思います <laughs> ちょっとやだなそれえっと一応6 これで、まあ、4四の地点狙っていってでうんちょっと怖いですね三七角もあるし二六角もあるのかちょっと怖いけどそっち行くんだ2三4五とちょっと待ってわかんないちょっと筋悪いぞ4四歩でしたかね今ね4四歩って打って、えー、と4二歩って受けさせてからなんかやるべきでしたねめちゃくちゃ筋悪い手で刺しちゃった <laughs> ちょっとまずいなぁ、まあ切ってきたらとりあえず取っといてで相手がどういう,うに攻めてくるかなんですけど嫌なのはえっと3六角ですか3六角で金で弾いたりするとそっちかそっちだと 2> 2そっちだと一応この寄りが1大手 1> で3八振って打ってくるんですけどそこでどうするかですね。 そこで2九、えっと、によると3六角 <3, S 1> なりで金合いすると銀でバラバラバラ。いてことで角、えっと、なってきたら、えっと、どうしよう角なってきたら寄る,るのかな寄るとでもまた馬寄られちゃうので、まあえっと、4七振って打ちますか 1, 1> 4七金だと5三 <2, S 1> 銀で清算して 3,、えっと、4六 <5, S 1> 銀同金に5八金打ちがあるので危ないということで。 ですかねでこれでえっと4六うん4六歩って合わせてくると思うんですよ。そこでどううすするかかっていう感じですかねでねこれで逃げるしかないのかな<っ>これで早逃げをしていってどうかって思ってるんですがまあふなりが普通ですかねなりで小田王様引くしかなくて<っ>で4六馬から桂馬を抜かれちゃうっていう感じかな。ちょっとやばいですねこれ <laughs> ちょっとまずいな、まあ、怒って寄るしかないですよね。まあ、これで上が、上がると、六四 k とか打たれた時に7、七、七六桂が。一。王手になっちゃうんで。これで一発ふうたらし、ときたい。まあ、まあ、まあ、一応四二ふって打たれて、ダメなんですけど。一。二。うん。三。ここで。五六七。なんか、なんか、なんとかなれ。一 <laughs> 二。あ、やっば。三。 四五強いですね。もうしょうがないか強いなこれはちょっとえっ、ー、と一応まだ詰まないこれで同玉でまだ切り切りですか金打って金あ積みか腹金打って飛車ぶった切って銀打って上がっては血金で積みですか負けちゃったここで飛車成からですねおっ詰ましてこない23 4 5ちょっとこれ足んなすぎるんだけど全然足んないんですけどまあとりあえずやるしかないですねで歩成って同玉でどうするか全然足んないな23456789<ー> <laughs> ちょっと足んなすぎるよ <laughs> まあ、同玉で9七角って打ったところでっていう話ですよね 全部歩合が効くからなもう一発歩打ってきますかなんかないかな,なんかないかな,なんとかならんかなこれ <laughs> うん角打って3歩まあ歩は利くんで封打ちますかとりあえずで3五銀からなんかできないかな、まあ、6二角同玉だったら6二角打って3三押してダメか。 六二角六うーん厳しいですね1 2 3なんかなんか逃げ方がまあそれで大丈夫か八九ほ1チャンス <laughs> いやもう同銀ダメですかねうーんそう逃げるんだなんか危ない逃げ方しますね五六七八ちょっとななんかなんかないのこれ。<laughs> なんかないのうん角打って斜め押して金打って寄ってダメだもんな。2> 2ってことはふなり金絶対何もないんですけどなんかこう受けながらなんかできるみたいな筋がないですかね。<laughs> ないかーないか !34567。6 7なんかじゃあ最後に形作りということで打たらしておいてまあまあふなりから一応詰メろっぽいよって 感じですねいしい将棋じゃった勝利はすぐそこじゃはいありがとうございますここまでご視聴ありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたしますこのチャンネルでは人力動画をメインに上げておりますので人力好きな方は是非ともご覧くださいそれでは失礼いたしますバイバイ